今週は30勝。まず、実日経新春杯の見解をいただきたいと思います。はい、はい、頑張れていただきます。皆さんよろしくお願いします。はい、芝2200m の G2 ですね。まだ今週も中京 A コース仕様ですね。はい。はい、で、そう、ハンデ戦ですよね。うん。まあ、ベルトライゼンテ、まあ、ジャパンカップの 0.1 秒差3着っていうのはやっぱね、褒められるべき。うん、まあ、正直ね、まあ、今日年度代表馬がイクイノックスっていうのが発表されて、はい、そのイクイノックスが天皇賞、秋と有馬記念を圧勝したわけであって、ジャパンカップは不在だったっていうのはやっぱり大きな、まあね、いなかったっていうのはやっぱメンバーレベル的にはぐっと落ちてしまうんですけど、まあ、それでもこのメンバーに入ったら言っても、まあ、弱面やったとはいえね、まあ、0.1 秒差3着に走ったっていうのは評価できますし、あとこのままもともと軽い芝と重い芝やったらやっぱ私は重い芝の方がいいと思います。 なので中京代わりもいいと思います。まあ問題はあとはもうハンデだけです。59ね、重いな、まあ、59ですね。まあ1キロ増とはいえ重いですね。はい、なるほどね、はい、あ、コメントでもいただきます。お天気はちょっと今週はどうなんでしょう。はい、週末は天気崩れます。ちょっと、今週末はね、3条とも金土日が天気悪いんですよ。でそこがちょっとポイントなんで、まあどこまで崩れるかですよね。そうですね、まあ今の天気予報の雨量であれば芝はそんなに悪くならない。なるほど、はい、芝はそんなに悪くならないけど、まあちょっとその天この予報がどこまでもっとがっつり雨が降るものに変わるかどうかっていうのがやっぱポイントにはなりますね。はい、今の火曜日段階では芝はまあそこまで悪くならないっていう予報になってます。はい、はい、まあベルトライゼンでは道ある実績もありますからね。4走前の AJCC これ不良馬場で 0.1 秒差2着やから、うん、まあそういった意味で道あるこなしているっていうのはまあまあ強みではあるけど、でもやっぱ59っていうのを背負うだけに雨はないに越したことはないですよね。間違いないですね。あとそうですね、ロバート・ソンキーか前走ね、はい、オールカマーでこのメンバー相手にジェラルディーナ 0.2 秒差2着が頑張ってますよね。いよいよ本物になってきたなと思いますよね。まあロバート・ソンキーもやっぱ前走評価されて57か、軽くはないな。でもみんな重いですもんね、やっぱ。まあ1キロなんか実らがやっぱりね、重いのもあるし、それをさっぴいてもまあやっぱりベルダイゼンとかロバート・ソンキーはなんかちょっと重めなイメージがありますよね。でロバート・ソンキーってあれですよ、よく考えたらこの中京、2200っていうのはコントレイル、あのベルトライゼンっていうの次の3着がありますからね。確かに。でしかもその同じ、もちろんですけど神戸新聞杯でみんな同じ金利を背負ってるけど、その馬とベルトライゼンテと2キロ差がつくっていうのは注目すべきでしょう。それはでもプラダリアにも言えますよね。この馬、青馬賞を買ってて、まあ、重賞勝ちの実績があるわけですけど、同じ4歳馬ですよね。まあ、で、ダービー5着。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ベルトライゼンテとは年ちゃうわ、全然ごめんなさいね。ベルトライゼンテとロバート・ソンキーが同じ年 で、はい、そこプラダリアはもっと全然若いですけど、はいですはい、まあ、そうですね。私は前走の 3000m 面白いと思ったんですけど、まあ、結果論ですけど、この結果に終わったってことは長すぎたってことやとは思いますけど、2200よりはもうちょっと長い距離の方がいいと思うんですけどね。これ先行馬でありますよ、全然おらんのちゃう。いやそうなんですよ、今見てたんです。アフリカンゴールドの短期、やっぱキングオブドラゴンとアフリカンゴールド、キングオブドラゴン、そうやなキングオブドラゴンとアフリカンゴールドね。だって前走も同じレース出てキングオブドラゴン行きましたからね、なんか何度か見た組み合わせみたいなイメージですけど、そうですね、確かにその通りですね、まあまあ金合いはつきそうな気がしますけど、ね、確かにこの2頭はまあ金合いつくけど、この2頭が行くからスローにはならないです、はい、そうですね、はい、サンレーポケットね、ちょっと年齢の衰えを感じる金相ではありますけど、ね、まあ3連複要因やったらっていうのはやっぱ注意しないとダメでしょうね。ヤマニゼスト、ね、神戸新聞杯でね、ジャスティン・カフェの 0.6 秒差2着、しかも前走の菊花賞もよう頑張ってますよね。そうなんですよ、これ55やったら売れそうですね。でもね、これ55か、軽いな、なんか軽い感じしますね、他と比べると。確かにね、軽く感じますね、これ ね4歳は軽く感じますわ。
まあ、雨の影響がきつくなったらやっぱり早やっこね。うん、そうですね。いや、前走早やっこ両馬場でこんな来るっていうのはちょっと驚きましたね、これね。大健闘5着、うん、いや大健闘でしょ、5着とは 0.1 秒差ですよ、うん、これ雨降ったらほんま怖いですね。まあでも雨降ったら売れるけどね、多分。まあそうですよね、うん、みんなこの馬が道悪いって思う、ね、分かってますもんね、みんな。コンセントですね、まあ、うん、イクスプロージョンね、はい、この馬確かに、もともとこの中京2200でずっと条件級使われてた馬なんで、この条件はいいと思います。ちょっとね、まあまあ前走にしてもまあ、0.2 秒差か、まあ、その早やっこと 0.1 秒しか差はないし、まあ、距離伸びるっていうのはイクスプロージョンにとっては明らかにプラスやと思うので、そこはいいとは思いますけど、ただ57っていうのは重いね、これもね。そうですね、うん、重賞実績がないのに57って重く感じるな、うん、オープン勝ちがあってみたいな感じなんですかね、うん、1キロ。確かにそういう意味ではベローナシティとかね、前走3勝クラス勝ちあぐねてるから、やっぱ筋量軽くなるでしょう、こんなん狙いやと思うんですよ、ね、54。しかもこれ この舞台 の神戸新聞杯2着馬ですからね、これもね。ただこのまま上がりかかんない気がする。京都新聞杯2着やね、はい、5走前ね、上がりかかればね、はい、プリマビスタもね、一応ね、まあこの舞台のレコードホルダーなんですよね、この馬、ね、はい、そうですね。まあそんな時計の出る馬場では今ないですけど、まあまあでもに中京2200に良績があるっていうのはやっぱちょっと注目してもいいかなと思いますね。これもまあ言ったら前走中日新聞杯 0.2 秒差ですからね、はい、うん、距離2200に伸びるのはいいし、まあこれもハンデ軽いから、うん、まあちょっと怖さはあるかなっていうふうに、舞台的には怖さはあるかなっていうふうに思いますね。そのとこかな、どこでしょうかね、皆さん。うん、あ、そうですね、ダンディズムが番組中ボックだったかな。もっとやっぱ距離長い方が私はいいと思います、ね、そうですね。まあ、まあ、言ったら雨の影響欲しい。雨があったらいいです。なるほど。だから雨の、やっぱ距離がちょっと短いなって感じるってことは、イコール雨があれば面白いです。まあ、言ったら、早やっこ雨降ったらもう人気するのはみんなが知ってるけど、ダンディズムなんてそういうところではバレにくい雨。確かに、そうですね。うん、道あるなったらダンディズムは浮上していいと思いますよ。うん、はい、コメントでも、もず流れ星も雨降った方がいいですかね。いやー、やけどちょっとね、やっぱ、緊張内容がひどすぎるな。確かにそうですね。ちょっとね。厳しそうですね。はい。うん、そんな感じです。はい。はい。ということで、以上、何曜日だ。以上、火曜日深夜段階での、はい、日経新春杯の馬キャラチェックでした。はい、じゃあ続けて、ババン。はい。愛知杯。愛知杯ですね。G3 愛知杯の展望で。はい、お願いしたいと思います、はい、芝 2000m の G3 牝馬限定戦のハンデ戦というね、なかなか面白い条件ですけども、うん、ね、まあ好メンバー、なかなか強いメンバー揃いましたね。まあマリア・エレーネ、まずね、これは何キロなんの、 56.5 トップハンデ、そうやね、まあ、おマリア・エレーネってやっぱね、ずっと金量の恩恵があった馬やから、今回トップハンデになるというのはポイントやと思いますけど、うん、ただね、2走前の小倉記念の圧勝からの天皇賞秋で 0.7 秒差7着でよう頑張ってると思いますね。中京も実績もちろん十分ありますし、うん、まあ、人気になるのは当然やと思います。 やはり問題はあとは他馬との金利差だけですね。アートハウスね、うん、もうね、 G1 だけ後編みたいなね、うん、他のレースは本当強い、まあ、早稲田草賞もローズステークスも文句ないぐらい強かったけど、まあ、G1 だけ食えへんみたいな感じですけど、まあまあ この愛知杯の舞台はね、2走前のローズステークスと同じ舞台やから、まあもちろん合ってます。でこの馬はスローからの用意ドンになった方がいい馬なんですよね。で先行馬どういう感じですか。先行馬はなんか、まあとりあえず、まあアイコンテーラーとかですね。アイコンテーラー、まあ、あんまりやな。でもまあそんなもんですね、多分アイコンテーラーも次が多分アートハウスとかになるような、それぐらいの多分、まあ、並びだと思いますよ。おスローになるっていうのはアートハウスにとってはめちゃくちゃ厳しいです、まあ、かなりスローっぽいですよ、うん、かなりスローっぽいと思います。よう考えたらアイコンテーラーもあれやな、よう考えたら前走中日新聞杯この舞台で、ね、そうですね、相手に 0.1 秒差3着でしょ。今回何キロなの。53ですね。おまあいや軽いな、ね、いやこれ展開もありそうですもんね。いやこれそうやったら先行馬がおらへんやったらめっちゃいいですよ。うん、これは人気なかったら狙いたいです ね。安定してますもんね、しかもここ2走割と、うんうん、あとアンドバラナウドね、うん、この舞台でローズステークス勝ってる馬ですけど、ちょっとね金層見たらね、そうですね、なんか
ものすごい村ですよね。11、2、14、3、17ってめちゃくちゃ村やけどね。昨年このレース11着に負けてるんですよね、一番人気でね。舞台設定は合ってるとは思いますけど、ただやはり2000は本質的に長いかもしれないっていう話は、うん、そうですよね、今となってはね、うん、思います。確かに56、まあ、これも重いな。ルビーカサブランカは私は 2000m をもっと長い距離がいいと思ってたんで、前走の構想には正直ちょっと驚きました。しかも1分57秒8でこんな速い時計でこのまま走れるのかとちょっと驚いたんで、うん。で、まあ、あの、この舞台、これ去年の勝ち馬ちゃうの？ルビーカサブランカ。ルビーカサブランカは、そうでしたっけ？あ、そうです、そうです、そうです、素晴らしい。そうですね、まあ、去年は軽かったけど、まあまあ、うん、中距離も合ってますよね。まあ、今年は金量重なるけど、でも重なるやろ、そら。今年は50、でも55なんですよね、なんか、あんまりですよね。そんな重ないな。ねえ。うん、里のセシルね、うん、重い芝の2000、前走の福島記念でもね、2着してるように舞台は合ってます。これも55、まあそっか、うん、中京は実績ないけど、まあ坂がどうかやな。はいはい、はい。うん、サンテローズいいじゃないですか、ね、これ中京2000でこれ 3勝上げてますからね、うん、来たら頭ですもんね、これもね。そうなんですよ、ほんまその通りで、しかもこのまま瞬発力持ってるんですよ。そうですね、うん、4走前とか見てください、上がり33秒7ですよ、ね、前走はしかもアイコンテーラーに先着、うん、まあ、エリカビータもね、ちょっと言わなあかんなと思います。あのフローラステークス東京の2000を勝ってる馬なので、左回りの同距離っていう意味ではやっぱ触れないとあかんし、まあ重い芝かどうかは全然わからないんですけど、まあ直線の長いコースは合ってるっていうのは確かなんですよね。まあフローラステークスの後がちょっと案外すぎるので、まあ強くは押せないですけど、舞台設定は良好やでっていうのはやっぱ言うとかなダメですね。うん、あとまあそうですね、ルージュエバイユもね、まあ言ったら東京でも綺麗に切れる馬ですよね。まあもちろん軽い芝の方がいいには越したことないですけど、この馬は中山でもしっかりと勝ってますから、まあ言ったら、直線の、急半も、重い芝もこなしてます。ここにその切れ味がすごいですからね。そうですね、これこんな人気ないの嘘やと思います。まあ絶対人気するでしょ、これもう5倍ぐらいのイメージですけど。しかも54キロですからね。54キロ、戸崎さん。ね、うん、こんな2、3番人気になると思うんですよ。ねえ、僕たちもそう思います。うん、はい。どうですか、あとはそんなとこかな。そんなとこじゃないですかね。なんか面白そうですね。うん、面白いと思います ね。はい、以上ですね。はい、ありがとうございます。以上、火曜日深夜段階での愛知杯の展望でした。ということで、本日最後。京成杯ですね。はい、京成杯の展望をいただきたいと思います。はい、お願いします。京成杯行きましょう。お願いします。芝の2000メートルの G3 ですね。はい。はい、トース、小トースになりましたね。あ、セブンマジシャンがホープールステークスが出てくるんですね。はい、まあホープールステークスはまあ皆さんご存知のようにかなり先行馬に有利な流れになりました。まあその中で、まあ上がり34秒7を使って0.4 秒差6着であれば、6着っていう着差よりも 0.4 秒という方を見てもらいたいんで、まあ、着差詰めてますよね。なのでこの、内容悪くないと思いますし、まあここで人気するのは当然かなというふうには思います。ソウルオリエンス、これがやっぱ 目玉やと思うんですよね。これあの、東京なんでね、軽い芝なんで何とも言えないですけど、これ前走首さやけど退けた相手めっちゃ次圧勝したじゃないですか。レベンスティーですよね。勝ち馬が次中山で圧勝したんですよ。今調べますわ。あのあれでマーカンドで、レベンスティールは0秒6差。確かに。うん、で、まあまあこの馬がだからといってこの馬が中山こなせるかどうかは全然話は別ですけど、うん、まあ前走ね、その言ったらまあ瞬発力勝負を一応制して。うん、相手がその後圧勝したっていうのは一応ね、あの触れとかなあかんなとは思います。まあ、ただやっぱり小回りの2000あの中山、重い芝の中山こなせるかどうかっていうのはやっぱ一番のポイントにはなります。はい、結構これ課題が多い馬が多いな。うん、なんか一草ありそうなのも多いですね。確かに。うん、シャンパンカラーもね、東京マイルしか2000経験がないっていうのはちょっとなって思いますよね。うん、うん、あの前走は逃げ切り、2走前は差し切りと、客室に幅があるのは素晴らしいんではあるんですけども、やっぱ2000メートル中山
全然ちゃうもんな。そうですね。でもこれが多分では花なイメージです、割と。なるほど。グラニットかと、グラニットが大逃げするかもしれないですけど。ああ、大逃げ、まあ、逃げるかもしれない。2000が初めてやから、大逃げまではいかないかもしれないですけど、まあ、まあ、グラニットは先行するでしょうね。そうですね。グラニットと、まあ、この馬と、まあ、あとなんかその後ろに、そのシーウィザードとかシルバデュークとか、ドローリエンスって並びない。はい。そうですね、シルバーデュークもね、もうまず、まあ、重い芝の2000ってもう全然分からへんね、これ。いや、やってみな分からんすよ、これね。やってみな分からん馬ばっかりやな。やってみな分からんけど、まあでもシルバーデュークはどう考えたってな、やっぱ、うん、軽い芝の方がいいと思います。そうでしょうね、はい。それやったらシルバースペードの前走のトースボハイのこの 0.6 秒差6着の方が渋いな、ね、これ渋くてね。しかもこの馬中山で一応まあ未勝利戦ですからね、ちょっとアピール材料になるかどうか分からんけど、経験してるっていうのがいいじゃないですか。そうですよね、うん、未経験の馬よりは経験してる方が絶対いいですわ、はい、2000やったらこの内容やったらなんか全然どんどこいというか、いやいいと思いますし、はい、私もシルバースペードはちょっと買いたいなと思いますね、はい、うん、そのとこかな。まあシーウィザードね、うん、中山2000の経験という意味ではシーウィザードありますよね。あのこの舞台の浮揚ステークス買ってるし、まあ、前走のホープステークス、フルステークスはまあ先ほどと重複になりますけど、先行馬に有利な流れだったことを考えたらもうちょっとやっぱ粘ってほしかったというのが本音ではありますけど、まあ、言ってもね、今回メンバーレベルぐっと下がりますからね、ちょっと前走は目つぶって浮揚ステークスガチがこの舞台にあるっていうだけでやっぱりだいぶ上位になる可能性はあります。それだけでものがなんか言ってしまうメンバー構成だと思いますね。そうです。コメント欄でオメガリッチマンどうですか、まあ、ちょっと決め手がって感じですかね。どうです。前走私は距離戦力にしてくるのがいいと思ったんですよ、うん、なんでかったら2走前のラップが全契約からね、うん、はいはい、うん、けどまあスタート出遅れたって言われればそうなんですけどもね、まあ、2000メートルそうか、2000よりは1008の気がしますけどね。そうですね、そう思います。それだサボーなのが良くないかな。サボおお、うん、2000メートルでね。そうなんですよ。まあスタート悪いのは気にはなるし、だいぶ荒い馬ではあるけど、うん、まあでもね、負けてるね、セブンマジシャンにもオメガリッチマンにも負けてるから人気はないでしょうしね。延長で、延長でね。そうなんですよ。延長適正3着に来てくれたら、うん、以上ですね。はい、というわけで、うん、はい、たくさんお話いただきました。はい、以上火曜日深夜段階での京成杯の馬キャラチェックでした。